じゃあ普段の生活にちょっと飽きたんでちょっと移動します。現在乗り継ぎのドーハナウです。でこれからですね、7時40分まで待って、そこからねもう一つ、飛行機乗って、トルコ行きたいと思います。はい、トルコナウです。16時間の移動時間だったんですけど、まあ疲労感としては福岡東京行きの夜行バスに乗るよりまあマシかなっていう感じです。はい、でトルコはね物価も安くて飯もうまいらしいんで、ここで1ヶ月間ね、金なしでミリタリーするとどんな感じかなっていうのをね、体感してみたいと思います。はい、荷物、まあコンタクトだけなんですけど引き取ったんで今から出ます。はい、まずはね海外用の、SIM カードを手に入れます。はい、設定までやってくれたんでね、もう今ネット使えるようになりました。はい、じゃあ次は今から両替します。まあ、お札なんですけど、まあ、150、10、5の単位であるみたいです。はい、1万円両替したらですね、646リラになりました。まあ、1リラあたり15円ですね、 15.5 円の計算です。じゃあ今から今回僕が宿泊する町まで、バスで行きます。シャトルバスですね。はい、じゃあこのバス乗ってね、僕が泊まる町まで、行こうと思います。はい、ネットの情報によるとここでねバス用のカードを買うみたいです。はい、行き先まで35リラのバスで行きます。はい、本日泊まるね、ところまでなんか徒歩40分っていうね中途半端なところで降ろされてしまったんですけど、せっかくなんでちょっと歩いてみたいと思います。はい、トルコ初ケバブです。9リラ、9リラ、135円ですね。食べてみます。はい、じゃあ食ってみます。いいです。あ、とりあえず、僕の知ってるケバブじゃないですね。ほぼほぼマヨネーズ味のケバブって感じですね、これ。まあ、なんでいわゆる想像してたあのチーソース的なケバブではないって感じですね。まあとりあえずうまいんで食べます。まあ、30トルコリラ、まあ、450円でカットしてくるらしいんで、この髪型頼もうと思います。パクチー、イサさんに生かした髪型にしてもらいました。ありがとうございます。いや、マジでいい感じの髪型ですね。今10月6日の気候なんですけど、まあ秋ですね。日本の秋とほぼ変わらない気温です。路面電車もあるみたいですね。あとレンタルのこのキックボードみたいなのあるんで、後日使ってみたいと思います。いろんな飯屋があってでもちょっと迷いますね。いやー楽しいっすね。ドライフルーツ屋ですね。あとチョコレートとかなんかいろいろあります。あ、パッと見なんですけどトルコでもマスクしてるのは 2,3 割ぐらいですね。街楽しいっすね。
なんかお金の払い方的に最初になんかアイス渡されて、その後なんかお金払うみたいな感じだったんですけど、まあアイス渡された人たちはもういくらか知ってないんですよね。してない状態であそこで払ってくださいねみたいな感じで、アイスの表を見たら60リラ、まあ、900円ぐらいだったんで、なんか結構渡された人たちなんか驚いてましたね。ちょっと一種のぼったくりなのかなみたいな感じでした。ちょっと明日はこの大きいバザール、洞窟の穴みたいなのがあるんですけど、ここに行ってみたいと思います。なんで今回ちょっとね、お楽しみ人やべえなあれ。いやトルコ楽しいですね。どうすかトルコは。いやマジで食の大国っすね。いやマジですごい、トルコ飯がやばい。ちょっとまだ飯が多すぎて逆にちょっと食べられてないんですよね、あのケバブしか。ちょっと一旦宿に行ってからちょっとご飯食べ行きたいと思います。これが本日の宿ですね。アンティークホステル、中入ってみます。中に入ってみたんですけど今んとこ誰もいません。すいません。ここが部屋ですね。男女共用の相部屋みたいです。で僕の部屋は012なのでこれですね。入ってみます。ここで一泊いくらだったかな、まあ、1300、400円ぐらいの部屋です。結構野犬意外といましたね、野良猫だけじゃなくて。ちょっと外食ちょっといろいろありすぎてちょっとなんだろうな、決められなかったんで今回飯ちょっとスーパーで買おうと思います。隣がブルガリアなんでかなりヨーグルトが置かれてますね。250円とかそれぐらいで買えたりします。チーズの量もかなり多いですね、乳製品の量。まあ、卵は30個で、まあ、400円ちょっとぐらいなので、まあ、10個あたり130円から140円ぐらいで売ってます。コカ・コーラは1瓶、60円ぐらい。トルコのスーパーはなんかピクルスの量が多いですね。いろんなパプリカみたいな唐辛子とかいろんなピクルスがあります。こんなでかい容量のやつも売ってますね。5キロのピクルス。まあ、お米は1キロあたり安いのだと14、15リラ、225円なんで5キロにすると、まあ1000円ちょっとぐらいでお米買うことができるみたいですね。まあ、鶏胸肉は1キロで、まあ、600円ぐらいですね。はい、出店のパンですね。チョコレートペーストを塗ってくれて、これで6リラ。イスタンボールシミッツ、うん、オットマンシミッツ、シミッツのテラ、ヌテラ、ヌテラ、トッキュザルグッズ。 Thank you。 はい、この優しそうなトルコおばちゃんが作ってくれた中のパンにチョコレートペースト塗ったやつを食べています。うん、うまい。結構ごまの風味がすごいですね。ごまがめっちゃついてるんでうまいです。これなんかめっちゃ聞こえるんですけど、まあ、日本でいうところのお経でしょうか。イスラム教を感じます。はい、来たー。はい、じゃあ飯です。これなんかよくわかんないチーズですね。俺ちょっと食ってみます。酸っぱい匂いがしますね。いいです。これなんて言うんだろう、あんま発酵しないチーズですね。表面が湯葉というかちょっと気持ち悪くなってるヨーグルトを作っています。すごいな、うわすごいな。チーズケーキっぽいヨーグルトですね。うん、うん、こんな感じ。シャンプー買ってくるの忘れたな。はい、トルコのコンセントの穴はこんな感じになってるみたいです。はい、OK ですね。
はい、11日目まで、ここに泊まって、11日以降はですね、しっかり調理とかできる、部屋、別のホテルというか、まあ、Airbnb というところで、部屋を借りて、そこで、トルコ生活、楽しんでみたいなと思います。おどす。ホテルのね、8時から10時がね、無料で朝食食べられるしんで、ちょっと食べに行きます。はい、これがホテルの朝食ですね。紅茶も飲めるみたいですね。はい、これはオリーブですね。まあ、あんま好きじゃないですね。はい、おどす。なんかグランドバザールというでかい市場があるらしいんで、そこ行ってきます。いや、改めて見るとあのモスクってやつですかね、神社というか。でかいですね。まあ、なんか治安が悪いとか聞いてたんですけど、なんか治安の悪さはそんな感じないですね。はい、今日はね、このグランドバザールをちょっと入ってみたいと思います。今まっすぐ歩いてるんですけども、基本的にお菓子や宝石店、なんか変な洋服店ぐらいしかないですね。なんかめちゃくちゃ混んでるところがあるんですけど、何かわかんないですね。 What's in there って言ったら、チェンジマニーって言ってたんで、なんか為替か、ただのギャンブルか、多分そこら辺の類だと思いますね。はい、今からグランドバザールを出て、なんかスパイスバザールっていうのがあるらしいんで、そこをちょっと見に行きます。はい、ドイツもそうだったんですけど、トルコではね、トイレが有料みたいですね。はい、見えてきました。これ目の前にあるのがスパイスバザール、なんかもう一つのなんか食料品売ってるのかな、の市場っぽいんで入ってみます。はい、食料品メインっぽいですね。まあ、ドライフルーツとか、まあ、いろいろ売ってますね。ドライフルーツがすごいですね。ドライフルーツを買ってみることにしました。1、2、3、4、5、1つずつで大丈夫です。1つずつで本当に、うん、マンゴー、あ、もうマンゴー大丈夫。ノーマンゴー、ノーマンゴー、これピーチ、ワンでいい、ワンで OK。まあ、ちょっとずつね、多く、なるべく多く入れられるようにはしたんですけど、まあ許容範囲かなと思います。今日はこの店に入ったから。あ、そうか、めっちゃ日本語喋りますね。日本語話せるから大丈夫です。あ、いろいろあるから話してください。あ、わかりました。はい、ドライフルーツ、まあ、これぐらいで750円、50リアでした。まあ、一つずつでいいとは言ったんですけど、まあ、向こうも商売なんでちょっと多めに入れてきましたね。まあ、ちょっと食ってみます。ちょっとなんか座るとこがあるっぽいんで、そこで腰掛けて食ってみます。ちょっとパインの、まあ、干しパインは初めてなんで楽しみですね。ノンシュガーらしいんで、いただきます。これなんだこれ、やってみます。わからん、これも謎の食べ物。イチジクのドライフルーツ、これうまい。はい、海沿いのところまで歩いてきました。まあ、サバサンドがね有名らしいんで、サバ食います。これ海沿いのお店歩いてたんですけど、2階の方から釣り竿が垂れてますね。で、目の前にはなんかの釣りの仕掛けがあります。はい、先ほど釣り糸が垂れていたね、2階というか橋の上に来たんですけど、めちゃくちゃ釣り人がいますね。ちょいサバとかアジ、サバアジ混じってるな、サバかな。橋の上ではちょ簡易的な釣り具屋というんですかね、なんか釣り道具を売ってる人たちがいます。この竿はレンタルなのかな、面白いですね。じゃあこのサバサンドを頼んでいきます。はい、これがトルコ名物のサバサンドらしいです。味はね、大体ちょっと想像できるんですけど、
あ、大丈夫です。大丈夫です。これ多分ね、今もらおうとしたジュースをね、多分受け取ると多分さらにお金取られると思いますね。これ塩、これレモンですね、これケチャップ、食べてみます。サバサンドね、めちゃくちゃ意外とでかいんですよねこれ、とりあえず何もつけずに食べてみます。うん、想像通りの味ですね。はい、ピクルスもね売ってたんで買ってみました。5トルコリラ、75円ですかね、なんかトルコ人はねピクルスの汁を飲むらしいんで、ちょっと飲んでみたいと思います。いただきます。じゃあちょっと普通にピクルス作ってみます。乳製品売ってる売り場もありますね。あとオリーブ、カラフルなオリーブ売ってますね。ニハオ、ジャパン、アイムフロムジャパン。漬物屋というか、まあ漬物屋ですね。オリーブのめちゃくちゃカラフル。これ、まあ、これ多分いわゆる裂けるチーズかな。これはドライフラワーですね。あれ何なんだろう。まあ、ここら辺の通りはちょっとキッチン用品とか売ってたんですけど、まあ、その一角に釣り道具屋もありますね。ちょっと入ってみましょうか。めちゃくちゃでかい人がありますね。ルアーとか。はい、トルコね、トウモロコシとこの栗の屋台がめちゃくちゃあるんで、まあ、とりあえずまあみんな食ってて食ってみようかなと思います。栗がこれ 100g で15リラで、トウモロコシが1本5リラですね。これは温め直してもらえるんです。ここで栗焼いてるっぽいですね。ああ、いや、そうよいしょ。じゃあみんな食ってるこの焼きトウモロコシを食います。日本でいうところの、まあ、焼き芋みたいな感覚で売ってるのかもしれないですね。はい、じゃあ次この栗を食ってみます。いいです。コーヒーっぽいですね。頼んでみたいと思います、アフトラブタリアティナオスナ。直前で出すみたいな感じです。おお、あげてるね。Thank you。よだなで。Thank you、Thank you。なで。こちらがトルココーヒーです。いいです。粉っぽい。まあちょっと上澄みが粉っぽいですけど、でまあ普通に美味しいですね。下死ぬほど溜まってますね、この粉が。この通りはちょっとあの海近いんですけど、結構あの魚のレストランが多いですね。まあ、コロナなのか知らないですけど、めっちゃガラガラっすね。まあ、トルコ通がほぼヨーロッパっぽいっすよね。なんか出会ったジェラーリオリさんがなんかティーをご馳走してくるらしいです。はい、ちょっとタダでティーをご馳走してくれるって言ってるんですけど、非常になんかお金取られる気配がプンプンします、このねインドで体験済みです。とりあえずね、誘われるままに行ってみようと思います。靴底が裂けてたみたいで、それなんか縫ってもらってます。
100ルピーという合意のもとやったんですけど、さらに、1000ルピー10倍、求められました。ファックですね。なんかもうめんどくさいんで渡して帰ります。ファックユー。一回こういう繁華街で営業にかかるともういろんな人が営業しか来てきます。ああだるい。もう営業マン全員うざい。もう営業マンが全員うざい。うるせえうるせえバカ。50 rupees are too. I already washed and repaired. Fuck you. You gave me punch. Punch じゃねえよバカ誰が。もしかしたら多分このおじさんにちょっとお金請求されるかもしれないです。このおじさんのレストランらしいです。ちょっと今から入ってみます。カラマル、イカ。This is Bulent. I'm from Kazakhstan. Oh, hi. Yes, welcome. From Japan, yes. Japan? Ah, from Japan, sorry. Rare. How are you? How are you? Oh, very nice. Okay. Maybe you're Zana? Oh, definitely. Look. Look at them. You know them? Oh, yeah, I know them. Okay, cool. Oh, definitely. There are many people here. ギガミさんも来てる。新日国っていうのは本当らしいですね。この女性しかわかんないんですけど。はい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 。And this one? はいはい。なるほど。いた。Oh. Oh, you sit here? Okay. Oh, okay. Thank you. This is Turkish chai をいただきました。Make the chai. はい。This is my chai. This is your chai. Oh, thank you. This is big glass. This is small glass. Oh, 確かに。確かに。いただきます。カーキシティいただきます。うん。Yummy。なんかこれからディナーをくれるらしいんですけど、なんかタダでくれるっぽいです。ただね、今はタダであげるけど、ディナーの時に食べに来れば、もちろんカスタマーとしてお金をもらうよみたいな話になってます。今のところ。デザートくれるらしいんでちょっと食ってみます。なんかシナモンっぽい味がしますね。匂いがしますね。シナモンいただきます。なんかすんごいしっとりしてる。はい、お金を請求されなかったので、ただのいいおじさんでした。で今からですね、でそのおじさんがですね、なんか東大の方でなんかいつもなんか泳いでるらしいんで、ちょっとお前も一緒に泳ぎ行かないからっていうことで、今からね、僕がその東大の方に行って、その後おじさんも後から東大の方について、一緒に泳ぐっていう風な日程になりました。いやー海沿い歩いてて気持ちいいですね。都会もあって自然もあって、トルコ過ごしやすそうです。で今からね、東大で泳ぐんですけど、怖いことは2つ、1つ目がそのまま、結構ね動画見せてもらったんですけど流れが早かったんで、僕がそのまま流されて死なないかどうか、そして2つは泳いでいる間に、荷物を全て取られて、ちょっと一文なしにならないかどうか。はい、さっき話してくれたジェリーおじさんが来ました。泳ぎ行きます。来てるおじさんがいますね、あっち。いやー流れ結構速いよ。いやこれおじさんが水着貸してくれました。ちょっとそこで隠れてちょっと水着きます。ちょっと一緒に泳ごうってことなんで、泳ぐ姿は見せられないかもしれないです。というわけで、やってみます。左におじさんが泳ぎます。いやマジで流されますねこれ。だな、流れ速いですからね、マジで。おー、すごい。そしていくつなんだろうな。はい、ちょっとね、まだちょっとおじさんが親切すぎるので、少しまだ信用しきれてないところがあります。まあ、これを言ったのはね、なんか明日も馬乗れる場所連れてってやるよみたいなことをね、見返りを求めて言ってきたので、逆に怖くなったっていう感じの話です。続きどうぞ。おじさんたちはもう一回泳いでくるって言って、まあ、あっちへ歩いていきました。100、200メートルぐらい流されますね、本当に。はい、今水しぶき上げてる人たちがインドおじさんたちですね。
はい、ジェリーおじさんと今別れました。まあ、何もお金請求されなかったんで、まあ、マジでただの親切なおじさんでした。はい、リステリンと石鹸買います。リステリンが27リラで、石鹸が9リラぐらいで、コンドームが60リラとかでありますね。まあ、トルコはこういった感じのちょっとこじんまりとしたマーケットというかお店が多いですね。でっかいあの声優とかあのサニーみたいな、あースーパーは逆に少ないみたいな感じですね。と宿に戻ります。はい、じゃあ今からあのジェラーリおじさんのお店に行こうと思います。モロッコの猫やっぱな懐っこいですね。はい、今日の昼間来た通りに来ました。まあ、コロナのせいかまだなんですかね、やっぱ基本的に人少ないですね。はい、まあ、海が近いんでやっぱメニューはですね、基本的にフィッシュというか魚介系が多いですね。これがイレキメンです。これがセゾンのフィッシュ。はいはい、あこれだ。フィッシュとイレキメンです。はい、ちょっとお酒も頼んでみようと思うんですけど、この一番上のラッキー、ラックですね、なんかブドウから作られているお酒、蒸留酒が有名らしいんで、このラックを頼んでみようと思います。いろんなメニューあったんですけど、50リラでなんかいろいろな盛り付けができるよって言われたんで、まあいろんな盛り付け50リラでやってもらいました。うまいですね。個人的にベストはこのトマトとナスの冷菜とこのパプリカのなんか冷菜がうまいですね。はい、トルコの、ね、特有のお酒ラクを飲んでみようと思います。いいです。まあ、強い。はい、店員の人におすすめされたこのヌーフェっていうトルコのね、お魚を食べてみたいと思います。120トルコリラ1800円ぐらいなんでね、トルコでも結構かなり高級なお店、高級というか結構いい値段すると思います。いただきます。ヌーフェ、ヌー結構こんがり焼かれてますね。いただきます。ブリ系の味の魚ですね、これ。この身のほぐれ具合とか、うん、うまいですね。まあ、気軽に来るお店っていうよりは、まあ、彼女と来て、まあ、ちょっと背伸びしたい時に来る店かなっていう感じですね。会計はね、合計で220トルコリラでした。ジェラーリおじさんがあのスイーツとチャイを無料でプレゼントしてくれました。朝食です。今ね住んでるホステルの朝食なんですけど、1泊1500円で、朝食付きで泊まれてます。眺めがいいんでかなりいいですね、このホステル。飯です。Welcome to the pharmacy. Amazing. I'm going to something else. はい、同じ部屋にいたね、エジプト人の方がね、コインランドリーあるからね、連れてってやるよってことで、今連れてってもらってます。洗濯物はキロ単位でお金買って、1キロあたり30トルコリラ、30リラですね。はい、トルコのなんか個人商店ですね。なんかトルコ人よくなんかひまわりの種食ってるんですよね。意外と結構揃ってますよね。ちょっとしたバゲットとお酒とかも揃ってます。はい、仕事終了したんでちょっと街ブラしに行きます。
結構行列並んでるんですけど、油で揚げたお菓子みたいな、油で揚げたものにシロップをかけたお菓子みたいなのが売ってますね。30円で鳩の餌売ってますね。カモメがすごい、誰かが餌あげてますね。ちょっとめちゃくちゃ好奇心がそられる、ね、店があったんで、ちょっと、まあ、入らずにはいられませんでした。この卓上にあるスパイスは何なんですかね、まあ、オレガノ的なやつなのかな。いやー楽しみですね。基本あの路上前で食うみたいな感じですね。はい、来ました。これチャパティみたいなやつと、今回ね、僕がこれ頼もうと思ったのはこの白飯みたいな麦かな。麦はちょっと麦を出してる店は初めて見たんで、もうちょっとこれ食わないとって思ったんで、食べます。じゃあこの麦飯、トマトで味付けてるのかな、送ってみます。とりあえずいいです。まあほんのりトマト風味ですね、うまい。このちょっとこの葉っぱをかけてみますね。じゃあちょっと食ってみます。うん、やっぱオレガノ、まあ、この肉はチキンですね、チキン。ちなみにこのチキンセットは25トルコリラ、まあ、375円ですね。スイカがね、路上で売られてたんでちょっと食べてみます。これ3トリコリラ、まあ、45円ですね、スイカ。やっぱトルコの雰囲気を味わうにはあの2日で多分十分なんですけど、あの飯をしっかり食べきるというか、食べたい飯を食うには多分あの2日じゃ全然足んないですね。トルコの外れの方にある、まあ、外れというか、まあ、そこまで栄えてないちょっと外れたところにあるんですけど、なんか家がすごいですね。おお、これがじゃないかもしれないですけど、ちょっとかなり古いトルコの家ですね。まあ、ちょっと入り組んだところ入ってみようかなと思います。ちょっと奥の方にね、なんかすごい家があるんで、あのこっちもすごいな、すでにあの家も多分もう空き家なんでしょうけど、こんなボロボロの空き家が放置されてもやっぱすごいですよね。まあ、多分ね、ブラジル、コロンビアで多分こういったところに、まあ、入っちゃうと多分ぶっ殺されるんだと思うんですけど、まあ、トルコだとそんな治安の悪さ今のところ感じないですね、全然。なんかひたすらミシンの機械が置かれてる、なんかミシンの建物みたいなのがあります。全部ミシンですね、これ。なんでこんなミシンあるんだろう。この店評価高かったんでちょっと食ってみたいと思います。はい、とりあえずね、みんなチキンライスを頼んでたんで、僕も例に倣って15トルコリラのチキンライスを頼みます。まあチキンライス何なんですかね、多分結構人並んでるんで、これ昼間から、まあトルコ人でいうところの、まあ、スキヤとかそこら辺に当たるのかもしれないですね。まあ、みんなの食べ方を見てる限り、このケチャップ乗っけて、まあこの辺のチリをね乗っけとけばいいのかなっていう感じですね。まあ塩コショウとかもあるんで、ほぼなんすかね、もうボディービル食ですよね。非常に、脂質も少ないんでいいかなと思います。いいです。うん、まあ、ご飯が独特な風味するんですけど、うん、ボディービル飯ですねこれ。次この唐辛子とラッキョのピクルス的なものを入れてみたいと思います。はい、それじゃあいただきです。いいです。うん、しっかり辛い。うん、でもうまいですね。これ器見たら結構油が乗ってるんで、まあ、ボディービル飯でもないですね。油なかったらボディービル飯。ボディビル。はい、ね、この赤いレッドスープみたいなのもね、ちょっと気になったんで、頼んでみました。
はい、ビーンズのスープですね、17トルコリラで225円かな。これバゲットと一緒に食うみたいですね。うん、優しい味しそう。想像通りの優しい味ですね。やっぱもうヨーロッパも結構近いせいか、ヨーロッパにも結構ありそうなこのバゲットとこのビーンズの組み合わせとかもうありますね。いやマジで腹がちょっとはちくれそうなんですけど、あ、ちょっとね、近くになんか1万レビューくらいあるなんかあの Google マップで有名 なんかあのカフェがあるんで、そこちょっと行ってみます。はい、ありました、あの緑色の文字のところですね。はい、これは7トルコリラでしたね。ちょっとカフェで座って飲みたいと思います。まあ店内結構オシャンな感じですね。これは何なんですかね、シナモンかかった何かですね。食ってみます。なんだこれ。 Google で調べたらですね、これボザっていうなんか麦でできた発酵飲料、なんか日本だったらあの甘酒なんですけど、まあ、トルコで言えばボザっていうのが、まあ、こういうなんか甘酒的な立ち位置っぽいですね。シナモンかかっててちょっとなんか、うん、酸っぱくて独特の風味があって、まあ、ちょっと甘いみたいな感じですね。はい、最初はねちょっと麺食らったんですけど、まぁ、ちょっと慣れればね、まぁ、ちょっと風味の変わった飲むヨーグルト的な感じで、食べることができます。この3階建ての建物は結構しっかり綺麗ですね。あのちょっと前に見たあの崩壊仕掛けの建物もね、現役時代はこんな感じだったのかなと思います。はい、トルコね、メインストリートだと結構英語通じたりするんですけど、あのチキンライス売ってたとことかはもう基本トルコ語オンリーみたいな感じでした。まあ基本まあ指さしとけばどうにかなるんで、どうにかなります。はい、今日は無理なんですけど、トルコはね、こういったプレートがたくさんあって指さして選んでいくっていうのもね、有名なんで、後日食べたいと思います。ゴミ箱っすよ、ゴミ箱、すごい、あんな風にしたんだ。闇っす。トルコやっぱ結構道が綺麗なんですけど、まあ、それはこういったねゴミ箱をしっかり設置してるのもあるのかなと思います。トルコマジ新日ですね。さっきあのトルコ人の人に話しかけられて、もうぼったくりには気をつけてねっていうのと、あとなんかおすすめの人料理屋さんが教えてもらったんで、ちょっと明日そこに行きたいと思います。こっちの方が安いよって言ってたんで、いいですね。はい、じゃあね、それから、あ、はい、じゃあ今日の朝にね、預けた洗濯物を取りに行きます。はい、クリーニングというか、まあ、いろいろ畳んでくれるところまでやってくれて、僕の場合この量で、まあ、1キロちょっとかなで、40リア、あ、まあ、600円ちょっとだったんで、まあ、ちょっと借りないセミリタイ的にはちょっときついですね。帰宅です。おざす。はい、飯です。軽くね歩いてとこないところ散歩しようかなと思います。だけは俺よりでもない。靴屋が密集してるところはもう道がめちゃくちゃ汚いですね。この通りはね、黒人の人がかなり多いですね。通りによってやっぱ人の分布が違うんですね。これいつもとは違ったスーパーマーケットですね。まあ、売られてるものは、まあ、スイカちょっと変わってるんですけど、他のナスビとかキュウリとかは日本とほぼ同じですね。柿もありますね、柿。じゃがいもとかは多分1キロあたりなんですけど 4.49 リラ玉ねぎも1キロぐらいで 2.49 リラかさぶたらスーパーとかの方がやっぱ地元の人がやっぱ何食ってるのか分かるんでいいですね。面白いですね。このゾーンは米ですね。穀物系、細長い米とか、まあ、日本米っぽい米もありますね。僕の方は小麦かな。僕の方は豆ですね。豆。まあ玄米か。豆とかいろいろひよこ豆置いてますね。いやー素晴らしいですね。食の種類が半端ない。米に関してはだいたいなんだろうな、1キロあたり150円ぐらいで買うことができます。
店の奥の方なんですけど、奥の方だとこう漬物とかですね、あとはチーズとか、であとより奥の方行くと、まあ、ソーセージとかですね、肉とかがまあ、店の奥の方に売ってるって感じですね。まあ、これはスーパーでも日本のスーパーでも大体同じですかね。ここパン売り場なんですけど、まあ、一番スタンダードに食われてるっぽい、パンがこのパンですね、2トルコリラなんでこれ1つあたり30円。はい、このお店なんですけど、まあ、大体どこも同じような料理乗っけてるんですけど、ここだけねちょっと他とは違ったなんか飯乗っけてるんで行ってみようかなと思います。おしんおしんおしんなんです。フィルム、あ、フィルム、あ、あ、ムービー、フィルムおしんおしんなるほど渋いね。はい、店員さんに聞いたらね、やっぱりここの料理はねトルコ料理じゃなくてウズベキスタン料理だったらしいです。ただねちょっとそそるものがね、あったんでちょっと2つほど料理を注文しました。はい、人生で2回目のウズベク料理です。じゃあパン食ってみましょう。いいです。うん、ずっしりしてる。はい、こちらですね、ピラフっぽいやつですね、人参と牛肉なのかな、ラム肉が入ったピラフっぽいやつと、トマトベースかな、トマトベースの餃子、水餃子が入ったスープですね。ちょっといただきます。じゃあまずこのピラフから食ってみますか。よし。うん、若干まあオイリーかつ、まあ、クミンっぽい、クミンの味がする、うん、ピラフですね。まあ、めちゃくちゃうまいっていうわけでもないんですけど、なんか、うん、まあ、何気ない、まあ、昼になんかお母さんが作ってくれるなんか、うん、チャーハン的なそんな感じの味です。はい、これがねウズベキスタンの国旗と首相っぽいですね。はい、ではね、次はこのウズベク汁をいただきます。こちらね、まあ、ディルか、ディルと餃子とトマトとあとねオニオンが若干入ってたんですけど、まあちょっと普通に優しそうな味しそうですよね。いただきます。よし。うん、優しい、なんかちょっと凍えた冬の日に作ってほしいですね。路上でですねこのムール貝が置かれてたんでこれを食っています。これ1個あたりね1リラらしいです。ムール貝にはなんか貝とご飯が乗ってますね。食ってみます。いいです。うん、うん、うまい。Do you like? うん、いや、あらげあらげ。まあ、メインのね路面電車から離れた通りなんですけど、まあ本当ね、まあコアというか、まあ本当に日常の普段のこれに住んでる人が日常使いしてるところなんだなというのが感じられます。黒人専用のカットもありますね。素晴らしい。向こうも黒人専用のカットですね。ここもウズベキスタン料理があるんで、まあ、さっきとは別のところでウズベキスタン料理があるんで、まあ、ウズベキスタン人が多いところ、黒人が多いところとか、なんかちょっと分かれてるんですかね、ちょっと分かんないですけど。トルココーヒーではないらしいんですけど、あ、お願いします。これ昨日飲んだやつかもしれないですね、もしかしたら。 Thank you。でも昨日飲んだやつはボザだったんですよね。まあ、とりあえず飲んでみます。あ、シナモンに何かしらの熱いなんか白い透明なやつが乗ってる感じの飲み物ですね。面白い。これあれだ、これあれっすね、自販機で買えるようなミルクセーキ、ミルクセーキみたいな感じですね。サレブ、まあ、うまいっす。テンリラ、まあ、観光客が多めのところに今来てます。はい、ここが本日も目的地の、まあ、ロカンタっていうね、なんか惣菜屋みたいな、惣菜っていうか、まあ、いろんな料理が置かれてるところね、ちょっといろいろ食べてみたいと思います。これだけで、57トルコリラ、まあ、850円ぐらいですね。まあ、ちょっとトルコにしては高いかなとは思うんですけど、まあ、とりあえず食ってみましょう。これ食ってみますか。いいです。カレーっぽいですけど、まあ、上品な、うん、味ですね。このナスとひき肉とトマトがたくさん入ったこれをいただきます。です。
あんま味がないですね。ちょっと塩ぶっかけます。次はこれ食ってみましょう。次です。そんなに美味しくない。まあ強いて言うなら、まあ美味しかったのはこれですね、うん。まあ、今回この店が外れだったのかもしれないですけど、外れって言うわけじゃないかもしれないですけど、もうこのトルコ人的にはこれがマジでうまいのかもしれないです。個人的にはあの好みではないっていうだけの話です。まあ、ちょっとさっきのお店のせいのもあるんですけど、明日でね、一通りちょっとトルコ飯気が済みそうなんで、明日っていうか明後日から節制した、まあ、ご飯をというか、節制したものをね、食べようかなと思います。ちょっとトルコ飯の中でもね、ちょっとあの邪道な感じというか、脇道からそれたものを食ってたんで、ちょっとザ・トルコ菓子っていうのをね、今から食べてみようかなと思います。同じね、お店の中にケーキと、まあ、こういったもうザ・トルコ菓子みたいな感じのものがあるんで、ちょっといろいろ食べてみたいと思います。これと、じゃあとそれ Yes, yes Yes, please アイスクリームがこれに乗るらしいですね。すごいですね。カロリーですね。すごい。オブジェクトこれ。半端ないな。腹パンパンになりそうだな。食ってみます。フォークだけでいってみます。イエス。カロリーとしか言いようがないですね。すんごいこれ。これ今気づいたんですけど、このアイス、あれですね。トルコアイスですね。おお。素晴らしい。じゃあお前トルコアイスだけいただきます。です。うん。カロリー。これ食べてみます。かいで中になんか詰まってますね。いいです。まあ、中にあるのはとりあえずナッツで、というのは小麦粉を揚げたやつにでっかいシロップがぶっかかってるっていう。スタッフのお姉さんがおすすめしてた。これ。いいです。カロリー、はい、さっきのデザートね、77トルコリラ、まあ、1200円ちょっとでした。まあ原宿でいうところのね、2000円ぐらいするパンケーキみたいなものなのかなと思います。個人的にはもう食べることはないでしょう。はい、仕事終わったんで出てます。今日はね、行こうと思ってた産業ね、ちょっとこれからね、歩いていこうかなと思います。やっぱね、これ日曜日なんで、人の通りはかなり多いですね。まあ、ちなみにですね、Tinder っていう出会い系サイトがあるんですけど、それをこの土地で、ね、スラッシュしてみたら、普通になんかのイスラム教徒っていうか、あのムスリムっぽい女性、あのスカーフつけた女性が、あの普通に Tinder で出てきたんで、あ、こういう人でも Tinder すんだなっていうのがね、一つのなんかカルチャーショックとして感じました。はい、今日行く予定にはなかったんですけど、昨日チャレンジしたロカンタをね、また別の店で食べてみたいと思います。昨日行ったね、店がね、たまたま僕がね、好きじゃなかっただけかもしれないんで、ちょっとね、またロカンタに行って比較してみたいと思います。まあ、これがロカンタですね。いろいろ指さしてこれこれこれって言っておけば、いろいろついてくれるんで、それを取っていきます。あ、とりあえずこれもらっていいですか。チキン、いや、Thank you and じゃあそれ Yes, yes Thank you OK, thank you。 で、奥の方行くと、まあデザートとかメロンとか置いてますね。まあ、ヨーグルトとかも置いてます。お会計はこんな感じですね。まあ、言ってしまえば、なんだろうな、丸亀うどんみたいな、バゲットもあるんだろう、丸亀うどんなみたいな、まあ、生産方法ですね。はい、これだけで25トルコリラ、まあ、375円ぐらいですね。まあ、昨日食べたものとね、全然種類が違うんで比較にならないんですけど、まあ、とりあえずね、ロカンタで食う飯がうまいのかっていうのをね、確かめたいと思います。じゃあまずこれを食ってみたいと思います。まあ、パプリカと、まあ、チキンとなんかトマトかな、あとピーマン、玉ねぎ炒めるやつですね。食べます。家庭で食べる、お母さんがまあ作ってくれて、まあ、それを食うみたいな感じの、まあうまさですね。うん、じゃあ次このチキンをいってみましょうか。
今食ってるのはね、どれもうまいです。大戸屋とか多分弥生軒的な感じで行くといいのかなと思います。はい、トルコね、アフリカ人が多いんでアフリカ料理こっち食ってみようかなと思ったんですけど、空いてなかったんで諦めます。再びね、ちょっとこれ食いたくなったんでこれ食ってます。45円、果物マジ安いですね。日本だとこれを詰め合わせで多分450円くらいするんで、うまいっす。はっきりもはっきりもアーシこのパン食べたんですけど、このパン食べてなかったんでちょっと買ってみました。チョコなのかな、これ。これはごまペーストなのかな、はい、このヌテラを塗ったね、このパンが好きなんで、もう一個買いました。まあ、これまあ正直言えばね、別に日本でも食える味なんですけど、まあ、分かりやすくうまいんで好きです。はい、今日はねちょっとお目当ての店もう一軒だけ行って、終わりたいと思います。はい、目的地はないんですけど長蛇の列をね、見つけたのでちょっと並んでみます。アクション。明日ね。なんか袋もらいました。なんだこれ。謎肉みたいなのがありますね。肉なのかこれ。なんかこねたやつですね。我々 from Japan。Japan。ザクロ。ザクロ。ザクロ。スパイシーレタスパイシー。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 バイベイユスピーキー。ユキシュンビタバクタ。アイラジュン。で、キシュンビタアイリータポン。ザクロ。ザクロ。ザクロ。なるほど。ザクロ。ハゼ。ザクロ。ヤ、サラタ。はい。というわけで、なんか、いろいろ練ったものですね。なんかスパイシーと、まあそこまでスパイシーじゃないのを選べて、なんかザクロの。ソースがかかったケバブかな。食べてみます。以上、いただきます。まあ、とりあえず肉感はないです。肉感ない、なんかちょっとスパイシーな、あの粘土っていう言い方あれなんですけど、なんか練ったものが入ってるっていう。これ調べたんですけど、チーキョフテっていうらしいですね。なんか本当生肉にパセリと、まあなんだろうな、スパイスを入れただけのもの。他の店にはない、多分これか、多分これを食べようかなと思います。And this one。 This one?Okay. This one と and this one。 100. 100. これデザートなんですけど、なんかもう料理来る前に来ましたね。まあいいや、食べます。おお、クリーミー。食べてみます。Yes。 これなんだ、これ食べたことある味だな。あの、あったかいのかと思ったら冷たいですね。メニュー見たら、あのライスプディングって書いてたので、あのプリンですね。まあ、甘いもの苦手なんですけど、プリンは食えるんで、いいと思います。はい、ちょっとね、珍しいというか他では見なかった、これビーフらしいですね。ビーフのケバブにこのヨーグルトを絡めて食えと店員さんが言ってたので食っています。いいです。これあんま味しないんですよね。まあよくわからんって感じですね。さっきので、68リラ1020円でしたね。はい、というわけでね、もう気が済んだというか、もうちょっと疲れてきたんで、もう食にもう食をむさぼるのは今日でね、終わりにして、明日からね、もうマジで節制した生活というか、まあ、普通の食事をしたいなと思います。で、明日からね、移動するんですけど、そこはね、まあ、自炊もできて、でなおかつ、まあ、一人部屋もちゃんとあってっていうところなんで、まあ、そこでね、普通の生活を、トルコでの普通の生活をしていきたいと思います。コリアのミックスを頼みました。
はい、はい、はい、いただきます。うん、うまい。はい、というわけで今回は以上で終わりたいと思います。もしいいなと思ったらいいねボタンとチャンネル登録、そして Twitter のフォローの方もよろしくお願いします。あとね、今回の5日間でかかったお金をね、コメント欄の一番上に載っけてるんで、それを見てね、あ、なんか俺もいけそうじゃんみたいな感じでね、ちょっと思って、まあなんか仕事とか副業とか頑張ってもらえたなと思い、まあ、受け直そうか、まあそんな感じです。あ、こんな言い方もあるんだなって思ってもらえたらいいかなと思います。あとですね、まあ、ボイシーの方で、まかりなしセミリタをする上での考え方とか、僕の失敗談とかを紹介するので、ボイシーもね、コメント欄に載っけてるんで、そちらもね、ボイシー登録していただけたらと、ボイシー、まあ、ラジオですね、ラジオ登録していただけたらと思います。そんな感じです。というわけで、今回は以上で終わりたいと思います。おろす。